よろずや殿からの依頼にあった町はこの町で間違いないのであるの？ボサ、でもそんなに変な町にも見えねえけどな。でもなんだか町に元気がないような。ねえ、普通に人もいるし、オイラたちは一体この町で何をすりゃいいんだ？まずは依頼にあった預言者とやらを探そうではないか。ああ、そこのお主、少々尋ねたいことがあるのだが。あ、私ですか。ああ、何でもこの町には預言者殿がいるそうだが。魔物が出やがった。構えろ。どうしたんですか皆さん。ここは危ないから逃げないと。おい、なんで逃げねえんだよ。これは明らかに何かがおかしいようであるな。しかし先に魔物の対処をせねばな。手早く終わらせてしまおうぞ、団長殿。町の奴らに怪我はねえみてえだな。おい、どうしてさっき逃げなかったんだよ。魔物が出たのに危ねえだろ。 B の言う通りであるぞ。魔物が現れたというのにあのようにしていては、いざという時は自ら身を守らねば命がいくつあっても足りぬぞ。命なんて、いくつもあったって。まったく、余計な真似はしないでいただけますか。お主は、預言者様。運命を乱そうとする悪しき者たちが町に入り込んだようですね。このちっちゃい嬢ちゃんが預言者だってのかよ。人は見かけによらぬものであるな。して預言者殿よ、先ほどの余計なこととはどういう意味であるかな。この町には一体何が起きているのだ。何もかも無駄なのです。大いなる運命を前にして無用なあがきをすべきではありません。私は大いなる意志の声を聞きました。世界はもうじき終末を迎えようとしています。何？来たる終末に向け自然に身を委ねるのです。抵抗は無意味、無用なことなのです。つまりそれってどういうことなんですか。この世界が終わるというのであるな。ネツワルピリさん、
我の翼の一族にも似たような予言があるのだ。そう遠くない未来、何もかもが終わりを迎えるという予言が。なんだって！？それじゃ本当に世界が。いや、我はそのような予言微塵も信じてなどおらぬ。しかし長老たちは代々伝わるその予言を固く信じておるのだ。その長老たちに村にはまだない可能性を示せば説得ができると我は思ってな。故に我は一族にはない未知の力を探しておったのだ。あなたの一族は素晴らしい予言をお持ちのようですね。世界は終わるのです。それゆえもはや世界のすべては意味をなさない。さあ、自然に身を委ね、あるがままの運命を受け入れるのです。ああ、預言者様。預言者様。なるほどな、町に元気がないってのはこれが原因か。預言に支配された人々はこうも無気力になってしまうのか。このままでは我が一族もいずれはこのように。さあ、運命を乱すものはこの世界には不要です。衛兵たちよ、今すぐこの者たちを町から排除するのです。そんな待ってください。私たちは。くそ、向こうは問答無用って感じだぜ。やるっきゃねえぞ。加減せねばならんというのはなかなか難儀であるな。おい、こんなのおかしいだろ。目を覚ませよ、女。すべては無駄なことなのです。ほら、ネザワルペリも言ってただろ。他の島や国にはこの町にないものもたくさんあるんだ。だからムダです。終わるのはこの町ではありません。世界なのです。あなたたちの知り得ぬ力、この世界には計り知れぬ力で世界は終末を迎えるのです。ほら見ろ、俺たちが知ろうと知るまいと何をしたってもう無駄なんだ。ねえ、私たちは穏やかに終わりを迎えたいの。町から出て行ってくれないかしら。そんな。そうだ、ただ町を騒がせるだけならとっとと町から出て行ってくれ。出て行け、予言を疑う悪しき者どもめ。どうする。ですよね、こんなの絶対おかしいです。おう、お主。そこのお主だ。お主らはこのままでいいのか。このまま滅びることが
お主らの望みなのか。そんなわけないじゃない。でもあの預言者様には不思議な力があるの。あの方の預言は絶対なのよ。そうか、ならば預言通り近く世界には災いが訪れるのであろうな。そうよ。だからしかし諦める必要はあるまい。は？の預言者殿。はい、何でしょう。週末が来るというのは本当なのだろうな。本当です。私は大いなる意志の声を聞いたのですから。そうかそうか、それは大層なことだ。おい、ヌチャワルピリ。しかしな、それでなぜ諦める。お主らはまだ生きたいと思っているのだろう。ならばなぜ諦める。終末とはどのようなものだろうな。我にそれは分からん。しかし我は決して諦めぬぞ。火が降るならば水をかぶろ、血が落ちるならば一族まとめて気空帝に移り住もう。己が生を求めるならばあらゆる災いに耐える覚悟を固めよう。自らの命の灯火が消えんとするその瞬間まで諦めるな。諦めぬという覚悟があれば超えられぬ災いなどない。訪れてもいない悲劇に屈するな。そうかそうだよな。確かにまだ何も起きていないし、何かが起きてもきっとできることがあるわよね。ち、余計な真似を。我は何も預言者殿と敵対するつもりはないぞ。預言は信じる。しかしその上でまだできることがあると示しただけではないか。せっかくほとんど無抵抗で町一つ手に入ると思ったのに、よくも邪魔してくれたな。あの者たちを捕らえろ。うわぁ、預言者様が。どうやらこれが事の真相のようであるな。あの預言者、魔物が化けてやがったのか。これで倒すべき相手ははっきりしたではないか。さあ、町を騙していた不届き者などまとめて吹き飛ばしてくれようぞ。
じゃあ、デコラーティブにしてもいい？よし。コンテンポラリーに決めてみましょう。もうちょっとドレッシーにしてみようか。ほい、はい。頼んだぞ。さあ、飛ばしてくよ。ブランシェフィル。ラピッ、はい、じゃあソルルプトロ。相手にならぬな。勝利である。宴の準備をせよ。ありがとう、貴空士さんたち。なんと礼を言ったらいいか。よいよい、そうかしこまるな。町の状態に我の故郷の姿が重なってしまってな。放っておくことなどできなかったのだ。おかげで我は気づくことができた。我が得るべきは一族にはない未知の力などではなかったのだ。いかなる困難を前にしても力強く一族を導くという覚悟、王たる我がその覚悟さえ持っていれば我が一族の翼は決して折れぬことだろう。ずいぶん長くかかってしまったが、これでようやく胸を張って故郷に帰れるのである。それじゃあ、ネタワルピリさんはもう…そう不安そうな顔をするでない。我はまだ旅をやめる気などないぞ。答えを得たとはいえ、我の覚悟もまだまだ脆い。何より覚悟を貫くには、それ相応の力が必要なのだ。故に今しばらくはお主らと旅路を共にさせてもらうつもりだ。